はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。前回トリマーの基本ということで、トリマーの、使い方、トリマーがどういうことができるのかっていうのを説明させていただきました。今日はトリマー台の作り方ということで、説明させていただこうかと思います。トリマーは基本手に持って使うものなんですけれども、今回やるのは、それをもう少し作業性を良くするためにトリマーを台に取り付けて材料の方を送り込んでやるという、そういう、便利なこのトリマー台ですねの作り方を説明します。で、まあ、いろんな説明、いろんな作り方があるんですけれども、でも今日はもう誰でも簡単に作れる、もうあっという間に、できるというような形の方法を、ご紹介します。ではまず材料を、説明させてもらいます。これが、合板ですね。合板の厚みは、12ミリ以上であればいいと思います。あんまり薄いものだ と、やっぱり使っているうちにグラグラしたりするので、12ミリ以上、だいたい15から、まあ、20ミリとかでも問題ありません。今これは天板です。サイズは、また、このテロップご参考ください。ちょっと後でまた図面も出します。で、次にこちらが側板2枚ですね。はい、これも同じ材料からなります。シナ合板ですね。で、こちらの側板になります。で、最後材料、補強材です。下の板 と、ここの部分に筋貝が1本あった方がいいので、それを、もう1本追加してます。この材料を、まあ、ホームセンターで切り出す、もしくは、自分で、丸ノコで、カットするというような形で準備してください。合計 1,2,3,4,5,6 6個のパーツに分かれます。はい、でですね、まず天板に穴を開けていきます。何の穴かというと、トリマーの、本体からビットが出ています。このビットが、出てくる穴ですね。で、こういう形で高さ調整ができますよという形です。で、なんでこんな大きい穴が開いているかというと、まあ、例えばストレートビットとかだとそのサイズの、径に合わせて、穴がそれだけ開いていればいいんですけれども、たまに、例えば面取りをしたいとかいう場合があります。そういう時にはもっと径の大きい、ビットで、例えばで、こういうビットですねが必要になったり、こういうものを取り付けたりします。そうすると、小さい穴だと、まあ、これが出てこないので、まあ、そのストレートビットでも、面取りビットでも、その台は小を兼ねるということで、一応こういう穴を開けてありますよという形になります。まあ、ちょっと危険なところもあるんですけれども、まあ、使い勝手、を優先して、ちょっと作ってます。じゃあまず、中心に、印をつけてあげましょう。中心を出すときは対角線でつけてあげます。大体でこの辺かな。あとはこちらの対角。で、ビットの種類によるんですけれども、まあ、大体、まあ、この手持ちのビットに合わせて、取ってやればいいかなと思います。で、これが大体直径が、はい、まあ、30ぐらいですね。まあ、僕らが使っている、まあ、大きい方のビットで、30ぐらいなので、どうでしょうね、余裕を見てちょっと40ぐらいの、径で開けてあげようと思います。はい、まあ、ここにそんなに、細かいこだわりはありません。ではですね、今回、このホールソーで穴を開けていこうと思います。ちょっと教室で使っているものなのでかなり、摩耗してますけれども、ドリルドライバーだったら、まあ、これ取り付くんですけど、インパクトドライバーにこういうチャックをつけてやらないと丸軸は取り付きません。これで差し込んであげて、で、まあ、こういう形で、取り付けましたよという形になります。はい、これで穴を開けていきます。はい、ではですね、ここに馬に乗っけてやってみましょう。はい、ホールソーなんですけれども、まず、まあ、この実際に切れる刃の、先にこういう、まあ、ビットがあります。これが先に、進んでくれて材料に印をつけてくれるというような形になります。で、この時に大事なのは、このまま行ってしまうとちょっと後ろにバリが出るので、まあ、バリが出ても問題ないんですけれども、今回の場合は、表と後ろから開けてあげるというのがホールソーの基本的な使い方です。ではですね、ここで合わせて、これで刃が食い込みました。で、ここから進んであげます。はい、で、今こういうふうに表側から、印がつきました。で、反対にしてやるとこういうふうに今度裏から、先に出てきたこの先端のリードしてくれるものですね、ドリルが、穴を開けてくれてます。今度はそこにはまるように穴を合わせて、今度は上からまた力をかけて、完全にくり抜いてやります。
こういう風にしてやると綺麗にこういう形で、表裏から、できるだけバリが少なくできますね。でこの状態で一度、お手持ちのビットが入るかどうかちょっとチェックしてあげてください。はい、はい。でこんなホールソー、をあえてわざわざこのために買うのがちょっと嫌だなっていう人は、せっかく、トリマー台を作るんだったら、トリマーがあると思います。トリマーでこの円に沿って自分で印をつけるところに掘っていってやると。でもその時にもできるだけちょっとずつ掘ってやるということが大事になります。貫通するまでですね。はい、ではですね、トリマーのカバーを外すと、まず、大体が、こういう形になってます。ですね、大体のトリマーは、こういうふうに四角いベースの部分と、それを外れるようになっていて、外すとこういうふうに丸くなっています。これ、それぞれ使い方が、いろいろあって、まずはこの四角いカバーは直線で掘りたいときにそのガイドに沿って、習ってくれるというような形になります。だけど、例えば丸い材料に合わせてやろうとすると角が当たってなかなかその習ってくれません。そういう時にはこういうふうに丸いもので掘っていくといいですよという形でカバーが取れるようになっています。でまずはここのビスを抜いて、まずこれを分離させてあげてください。はい、でこのまま、そのままトリマー台に取り付けてもいいんですけれども、この分の厚みですねの分ビットが、上に出なくなります。それが嫌なのでこれ自体を取ってあげていると、僕らのところではこれを取っているというような形になりますね。じゃ こういう形で、取れたら、今回は、いろんな、その天板との留め付け方がありますなんですけれども、いろいろなんかまたなんか、ね、いろんな意見言われるかもしれないんですけど、僕らはちょっと暴力的というか、もういきなりこのビス、できたらこの穴よりもちょっと小さめのビスですねで、もう止めてやるというような形でやってます。はい、で使っているうちに緩んでくるかもしれません。なんですけれども、それって使っているうちにまず自分で、使った、後また今度使う前にチェックしてもらえれば全然その事故というのは防げるので、それを気をつけながら、このビスで簡易的に止めましょうという形でやってます。でさっきの状態で、その面取りビットに対しての、クリアランスを、5ミリ5ミリで1センチ見ているので、もうこの状態で止めていこうと思います。はい、ではですね、ビス今回は16です。それこのトリマーの、カバーの厚みによっていろいろ変わってくると思うんですけれども、今回は16でいきます。一応今回、両尾の MTR42 を、止めていくんですけれども、ビス穴が、4箇所あります。長いビットの方がやりやすいと思います。ここぶつかるので、でこれで止めていきましょう。はい、であんまり締めすぎないことが重要ですね。中でこの木をぐるぐるぐるとビスの螺旋で掘ってしまって効きが弱くなるので抑えられたらもうそこでストップするというような形にしておきましょう。でこの時一応こっち前後にこれがある方がそのスイッチのオンオフがしやすいと思います。トリマーの機種にもよるんですけれども、そういう形で止めてあげてください。はい、今度は1ギメのために対角を止めてあげます。同じくしっかり押さえつけて、ビットが止まったなと思ったらそれ以上は掘らない。はい、上に貫通しなければ問題ありません。はい、で手回しで止めてもらってももちろん大丈夫です。はい、これでしっかり止めつきましたね。はい、ではですね、側板と、底板をまず、止めていってあげましょう。向きは、どっちでもいいですけれども、家具の考え方でいうと、こういう形で上下の方向に木目が流れる方が、見栄えがいいのかなと思います。はい、ではですね、まずボンドを塗ってこういう形で、ここら辺はそんなに細かく説明しなくても大丈夫ですね。ボンドを塗ってこっち側に L 字でこの材料があることによって、そのトリマー台のたわみっていうのを、その補強してくれる役割があります。一応こっちにもつけておきましょうか。で、もしその端材を、端材というかカットしてもらうときに、こういうふうに 1,2,3,4 本あったりすると材料が留め付けやすいです。この上にもう一個側板を乗っけられるからですね。でとりあえず仮に、こういう形で置いときましょう。ごめんなさい、こうか。はい、
そうすると、まあ、1、2、3点こういう形で、上に面ができますので、今度はまずは上側をちょっと止めてってやりましょう。こうやってポンと置いてあげましょう。で、合板っていうのはビス打ち込むと結構、割れる、傾向があります。こうですね、避ける、まあ、前にちょっとその合板とかの、違いということで、説明したこともあるんですけれども、だから、ビスを直接打ち込む前に、まあ、ここからビスが入ったらここの部分で割れてしまうことがよくあるんですね。なので、そのビス、今回は、この25ミリのビスで止めようと思います。で、このビスの、この羽、螺旋の羽がついた、部分の、0.8 掛け、まあ、0.6 掛けっていう説もあるんですけど、まあ、0.8 掛けぐらいだと、まあ、合板が割れやすいかな、割れにくいかなという形になります。なので、それぐらいのビットで、ちょっと穴を先に開けておくと、いいと思います。あんまり大きい毛で開けると結局ビスが効かなくなってしまうので、まあ、そういう形でちょっと考えてみてください。はい、じゃあちょっと分かりやすく向きを変えようと思います。こういう感じかな。カメラ見えますか？はい、はいはい、じゃあまずどこから止めようかな。ちょっとこの辺から止めてあげましょうか。はい、じゃあもう目分量ですね、12ミリの厚なので、まあ、6ミリで、6ミリちょっと内側のあたり狙っても構いません。で、このあたりで、はい、今回はサラトリギリをちょっと使っていこうと思います。合わせて、まあ、ビスの頭をこういう風にちょっと埋めてやることができますね。はい、合板のこの端っこっていうのは表面がすごい、ビスの頭で押されて、皿の部分で押されて割れやすいので、まあ、基本こういう皿取り切りみたいなもので、取っておいてあると、ここがデリッと、まあ、割れにくいというような形になります。はい、じゃあこういう形で、できました。コードが、まあ、結構そのトリマーを取り付けた後で邪魔になったりするので、まあ、ここに穴とかを開けてあげてもいいんですけど、まあ、その、まあ、より使いやすいものっていうのはまた次回の動画であげます。とりあえず今回はすごい簡易的にできるものということで、紹介させてもらいます。はい、で、まあ、こういう形ですね、で取り付けます。で、大体まあ中心に来るように、してあげてください。はい、まあ、こういうふうに飛び出させるっていうのが大事ですね。で、今回は、まあ、9センチぐらい適当に飛び出させてます。で、これで今度は上から止めていきましょう。この時大事なのが、ビスが頭が上に出ていると、この材料を移動する時に、干渉してしまいます。なのでしっかりビスがこの板より下に行くというようにしっかり設定してあげてください。じゃあ、ざっとサンドペーパーで面を取ります。サンドペーパーをつけて、合板っていうのはこのささくれがすごい立ちやすいです。今もこうポロポロ取れてます。これが手に刺さったりするので、これを全部取っておいてあげます。まあ、基本的にはこれで完成ですね。じゃあ次に使い方の説明をします。例えば、じゃあこのフェンスって曲がってたらどうなるのっていうふうに考える人もいるかもしれません。この、例えば面と平行じゃなきゃいけないか。